まず会より始めよう。これはどのような政策課題に取り組むにあたっても、政治と行政を担う者が国民の皆様に示さなければならない国家の矜持です。国家公務員給与の約 8% を引き下げる法案および郵政改革関連法案について、今国会においてこそ速やかに合意を得られるよう野党の皆様に改めてお願いを申し上げます。行政の無駄遣いの根絶は不断に続けなければならない取り組みです。皮切りとなるのは独立行政法人改革です。大胆な統廃合と機能の最適化により法人数をまずは4割弱減らすなどの改革を断行します。次に特別会計改革です。社会資本整備事業特別会計の廃止や全体の勘定の数をおおむね半減させるなどの改革を進めます。これらの改革に関連する法案を今国会に提出し、成立に万全を期します。またあらん限りの税外収入の確保に向け、国家公務員宿舎を今後5年間で 25% 削減し、政府資産の売却を進めます。国民目線を徹底し、聖域なき行政刷新の取り組みを着実に進めるとともに、公務員制度改革を引き続き推進します。行政サービスを効率化し、国の行政の無駄削減を進めるためにも有効な地域主権改革を着実に具体化していきます。24年度予算では補助金の一括交付金の総額を増やし、使い勝手を格段に良くします。また国の出先機関の原則廃止に向けて具体的な制度設計を進め、必要な法案を今国会に提出いたします。誰よりも政治家自身が身を切り範を示す姿勢が不可欠です。一票の格差を是正するための措置に加えて、衆議院議員の定数を削減する法案を今国会に提出すべく、民主党として準備しているところです。野党で胸襟を開いて議論し、この国会で結論を得て実行できるよう、私もリーダーシップを発揮してまいります。